はい、所沢市整体院、ここは院長の金子康です。本日も動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。本日も腰痛で悩むあなたに改善のアドバイスやヒントをお伝えできたと思っております。今日もですね、引き続き腸の方行きます。腸の方なんですけども、まあ最近また特保結構巷ではすごい多くなってきたんですけども、今日の議題、特保なら信頼できるかっていう風にテーマを挙げさせてもらいました。で、特保っていうのは、まあ承認を得るにはですね、大掛かりな研究や調査が必要なんです。で、そのためコストがすごいかかるので、一般の人では無理、まあちっちゃい企業とかでもちょっと厳しいかなっていうので、もう大企業ばっかりが特保の申請をしているような状態です。で、特保っていうのは、まあ、あの日本の消費者庁の基準、日本です、日本のね、日本の消費者庁の基準なので、実際は世界各国でなんか基準が違うんですね。なんでとりあえずは日本だけの基準で決められてます。なので、まあ、日本がこれが合ってたかどうかっていうのはよくわかんないんですけども、まあ、日本だけちょっとちっちゃい範囲での基準になりますので、また世界見たら違うかとかもしれませんね。あと特保っていうのは一回許可されるともう一生特保マークがつけられるような仕組みになってます。なんで、もし、まあ栄養とかそういう体に作用することとかも絶対進歩してくるじゃないですか、考え方っていうのは。今までのあ違ったっていう風な、どんどん新しくなってくるんですけども、そうなった時にも特保マークは消えません。ずーっと特保マーク、特保マークって言うと結構皆さんどうですか、あ体にいいなと思いませんか。私も思っちゃったんですけど、特保マークはなんか信用できますよね。で、そう思いますよね。うん、特保マークついてただけで、あ、これ体にいいんじゃないかって思いますので、まあ、これ結構大きなマークですよね、特保マーク。で、特保のドリンク、いっぱいあると思うんですけども、まあ、血圧を下げる効果がありますとか、食べても食後に食べても血糖値が上がりませんとか、高脂血症予防しますとか、糖尿病も予防しますみたいな、食べてもですねって感じで、その時にはですね、この難消化性デキストリンっていう成分が入ってます。これはまあなんだろうな、まあ、便に悪いものを全部便として出してくれるような作用があるので優れものなんですけども、まあ、全部大体これが入ってるんですね。これが入ってます。で、これが入っていることによって、まあ、特保っていうのは体にいい印象があるんですけども、これがね、こんだけの何億っていう人間のいる中で全員に当てはまる、これがいいものなのかって言ったら、これがまた分からないですね。これが当てはまって、あ、すごいいいなっていう人もいるんですけども、まあ何億人もいますので、人それぞれ10人投与で合うか合わないか分かんないので、まずは特保だからっていうふうに信頼するのではなくて、一回自分の体で試してみてください。飲んでみてどうだったか。それでよかったら、もう、あ、特保はこれはいいんだなっていうふうに思ってもらえばいいんですけども、まずは信じ込む前に一回自分の体で試してみてください。自分の体が反応一番出ますので、どういう反応が起きたかどうか、それから特保はいいんだな、あ、この特保は私には合わないっていうふうに決めてもらえると、自分の体を第一に考えられますので、皆さんそういうふうにしてみてください。結構腸ってやっぱしね、大事なので、薬とか物に頼っちゃうと、
でも自分の体が見つめられないので、自分の体を見つめるチャンスでありますので、ちょっと一回見直しをしてみてください。よろしくお願いいたします。まだ今日はね、この辺で終わりにしたいと思いますので、また次も腸の話をしていきますので、よろしくお願いします。で、本日は動画をご覧いただきましてありがとうございました。